着男とは着子とも呼ばれ、一般に性質の生んだ男子のうち最も年長の子を指す。女子の場合は着女となる。長男と同一視されることもあるが、たとえ長男であっても、即室の生んだ子である場合、性質の生んだ弟が着男となることもあることから、着男と長男は必ずしも同一ではない。特に着男ではない長男は、所長子、長所子 初子とも称される。着男の着男は着孫と呼ばれる。また、代々着男の家系である血筋を着流という。また、内孫とも称される。ただし、性質が生んだ男子全員を指す場合もある。日本における現行の皇室典範の着男の子はこの意である。さらに、明治以後の民法では、かつての性質に相当する妻が生んだ子供を女子を含めて、 着室子と呼称している。着難、着子の考え方が日本で生じたのは、律令制の加減性の導入に由来する説があるが、定かではない。この時には、性質が生んだ長男が自動的に着子として扱われて影くらいにおいて、最優先で理解を授けられることになっていた。なお、この制度は民間にも導入されて戸籍にも記載されることになっていたが、当時は未だに、 氏族単位で行動することが多かった日本では全く定着せず、早くも奈良時代中期にはこの戸籍上の規定は廃れていくことになった。また、着手が定められてもそれによって他の兄弟に対して優位に立てるか否かは無関係であった。極端な事例を挙げれば、平安時代初期の延暦22年後に右大臣となった藤原北家藤原内丸が着手と定めたのは、 当時の北家の着流、藤原長手の娘が産んだ、藤原守で、守は十男で、当時五歳、対する長男、藤原真夏はすでに三十歳で、十五位下中英剣少将、一歳年下の同母帝、冬継も左英下位であった。その後、守は、当時の貴族では、異例の二十四歳で、十五位下二女され、久しお親王の娘を妻に迎えた。だが、 この時の右大臣は、イボアニの冬継ぎであった。このため、諸子とされた冬継ぎとその子孫によって、着子とされた守は生涯圧迫され続け、文章制に選ばれるなどの遺罪の持ち主でありながら、生四位下右兄弟部という低い地位で没した。つまり、着子に選ばれることで、最初のジョイなどにおける効果はあっても将来の保証を持つものではなかった。平安時代後期に、 影井性が意味を失っていくと、着手の選択は父親の権限となり、その地位、財産を継ぐにふさわしい人物が選択されるようになった。その場合には、母親の身分や出生順が考慮されたが、立着の儀式によって着難を擁立する手続きが取られれば、性質の次男以下や諸子の継承もあり得た。なお、当時の公家において着手の証とされていたのは、 所領よりも日記や公文書など代々当初に継承されてきた記録類であった。宣例を重視する区下社会ではその知識に通じていることが宮廷官僚としての評価に反映され、それが出世コール家の反映に直接つながった。このためにそうした記録類を保持していることが結果的に出世に優位に働くと考えられ、区下は 自らの着手と定めた人物にこうした記録類を授けることでその社会的地位を継承させようとした。武家では男子が元服する際、太郎、次郎と生まれた順に沿って金をつける例があるが、着男を太郎とし、着男と同母弟が生まれた順に、次郎、三郎と呼ぶのに対して、即室を母とする諸子の場合、着男より年長であっても、着男をはじめ性質の子よりも、 貝の金を使う例も見られ、着難とその同母弟と諸兄弟との身分は厳格であった。また、着難が先に死んだ場合には、その着難である着孫がおじ、おじに当たる着難の兄弟たちよりも、優先的に後継者の地位を得ることがあった。逆に即室の子であっても、年齢や母の身分などを、総合的に勘案した上で両子の後継者として、正当であると認められれば、 これを着難と呼ぶこともあった。武家では、かつては、性質の生んだ子全員による分割相続が行われていたが、南北朝時代頃から長子単独相続に移行していった。着難の定義もこれに応じて変化したものと考えられている。近世になると、将軍家や大名家などでは、代々着難に同じ要命をつける日本独自の習慣が生まれた。 また将軍や大名が中国風に国主、諸侯などと呼ばれるようになるにつれ、そのまた着難の呼び名にも中国風の聖誌が用いられるようになっていった。ありがとうございます。